それではただいまから仕事始めにあたりましての知事の会見を始めさせていただきます。本日は知事からの報告事項は特にございませんので、早速ではございますが、幹事者の方からのご質問をお願いいたします。 まず1点だけです年頭にあたりましてこの1年どのような方針で県政運営に臨むのか知事の決意をお聞かせくださいはい、えー。改めまして新年明けましておめでとうございます、えー、本年もぜひともよろしくお願いしたいと思いますまあ新しい年を迎えてですねやはり香川県の新しい発展飛躍こういったものに対してですね 全力で特急していきたいという、そういう思いを改めて強くしているところであります。具体的な課題ということでは、いつも申し上げておりますけれども、やはり全国的な課題でもある人口減少問題、そして全体としての地方創生、地域創生と、こういうことになろうかと思います。 先ほどの職員への挨拶でも申し上げましたけれども、新しい3本柱、成長する香川、そして信頼安心の香川、また笑顔で暮らせる香川、この3つの柱を軸として、ですね中長期的には新しい総合計画、現行の瀬戸内電統の志香川、瀬戸内田園都市香川創造プランは、 27年度までですので27年度の中にはその次の新しい総合計画を策定していく必要があると思ってますけれどもこの3本柱に沿ってそして昨年策定した産業成長戦略ですねこういったものさらには当然ですけれども国のいろいろな総合戦略ビジョン こうしたものが打ち出されておりますけれども、それとも整合性を取りながら、新しいプランを作ってまいりたいと思いますけれども、いずれにせよ、やはりその中心というのは、この人口対策、非常に大きな意味で、です、ね、いろいろなもの分野に関わってくるわけですので、政策の軸といいますか、あの焦点を そこに当てててて考えいいく、まあ、判断のの最優先の材料としていきたいともちろん安全安心防災減災といったことはどういった状況であっても必要ですのでそうしたことも併せて対応していく必要があるとは思っておりますけれどもこの人口問題ここでやはり 気を入れてです、ね、国の方もやっていく地方としてもそれぞれ努力していくこの人の流れを変えるということがこれから先本当に20年30年また50年100年後の日本またそれぞれの地域の本当に 発展していくためにあるいは衰退を防いでいくために必要なことは何かという観点から取り組んでいく必要があろうかと思っておりますまあ,あの当面の話としてはやはり、えー、少子化これは人口流出もそうですけれども少子化対策ももちろん必要でありますのでそういった点を引き続き推進していくとと,ともに 新しい要素としての人口流出の歯止めをかけるこの問題では大学の地域の大学の充実ということに県としても最大限努力をしてまいりたい支援してまいりたいと思っております。川大学学や他の私学についてですねより充実した 大学となっていただいて、えー、地元の高校生が地,この地域の大学に地元の大学に進学してそしてまた地元の企業にこの就職していく地元の企業もまたそういう意味では学生,がにとって学生にとって魅力のある企業 これはもう実はいっぱいあるわけですけれども、ううその点についてはむしろ PR の問題かもしれませんけれども、そういった流れがうまくつながっていって、もちろん世界的なグローバルな活動をする企業が当然、県内にもいっぱいあるわけですので、あえて東京に行かずにこの県内で、 クリエイティブなそしてグローバルなそういう仕事そして豊かなこの田園生活を享受できるそういう加ガにしていくということがこのまあ人口のこの人の流れを変えるということにつながっていくのではないかと思っております。まあ、そういった中で、この課題として残続 おりますのはやはり一つには交通事故対策、えー、先ほど、県職員への挨拶で、<coughs> 昨年1年の,数あの死者数52人、結果として、依然として全国ワースト10位だということを申し上げましたけれども、えー、各県ごとの数字が年末全部、確保で入って、改めての数字としては、 全国で実はもう一つあるいは9位だったという報告を今受けたところであります、えー、非常に順位としてはむしろ上がってしまったという結果になるということでですね、えー、この絶対的な数字としては50人台60年ぶりの50人台というのが続いたということではありますけれども まだまだ全国的には、えー、悪い水準、悪い方の上位の水準にあるということで、ここをぜひですね、さらに、えー、一人でもこの死亡者、死亡事故、あるいは事故そのものを一件でも少なくしていきたいと思っているところであります。まあ、念頭にあたって、えー、いろいろおこのお施策について、 申し上げたいところがございますけれども基本的には今のような考えで望んでまいりたいと思っているところであります私から以上です幹事社からは以上ですそれでは関連その他のご質問がありましたらお願いいたします 四国新聞の坂本と申します。えっ、ー、と昨年は一年間、えー、瀬戸内海、えー、国立公園八十周年等々、えー、多くのイベントがございましたが、今年、えー、県が考えておられるまあ香川県の観光あるいは PR に向けたえっ、ー、と大きな目玉となるようなものは何とお考えでしょうか。そうですね。まああのー、いわゆる周年行事というのは今年はちょっと ある意味で、1200年とか、今おっしゃった80年というようなものに当たるものが少ない、そういう年になろうかと思います、まあ、あの年度で言えば、もう27年度に入ると、瀬戸芸が3月スタートですので、新年度はですね瀬戸芸の開始の年度ということにな,るなります。 まあもう1つはあのー、これはい、まあ、わばインバウンドのための施策ということになりますけれども5月からミラノで、えー、開催される5月から10月まで開催されるいわゆるミラノ万博、えー、これにです、ねえー、香川県も出展する。えー、出展の時期は 4月29日から9月1日ということですで、えー、に決まっておりますけれども、まあ、こ,のこれを機会にです、ねえーまあ、イタリア、あミラノああいう地域とは、まあ、瀬戸内海と地中海あるいはあパスタとうどんまたあ盆栽なんかも非常に向こうでは盛んだと非常にまあ、あのー、共通点 いろんな意味で成熟した社会のまた歴史、伝統、文化こういったものでも共通点のあるそういうイタリアとこの機会に交流して具体的にはパルマ市の代表団が昨年訪問していただきましたけれどもミラノから約4 0キロぐらいのところですけれどもパルマ市との友好交流 さらにはですね、その機会に合わせて、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラの巡礼の関係、ガリシア州などですね、これはもう四国4県のベースになる部分ですけれども、そういったところも交流世界遺産への、私ども目指していく過程の、 中で、えー、交流を深めて、えー、向こうはもう世界遺産の先輩でありますのでそうした点もですね今年は深めていきたいと思っております、まあ、あの他にまあイベント的なものとしてはですね、えー、昨年大変好評だったウォーターフロントフェスティバル三方島沖で実施しましたけども、まあ、今年もですね まあちょっと趣向を変えてえまあ同じものではなくてまた攻防をしてですねやはりえまあサマーナイトフェスティバルというような呼び方もしておりますけれどもまあえエンターテインメントを一定期間単発ではなくてですね一定期間夏の間ーえーこ持続することによってえ観光客がやはり くれるまあ非常にその一つの誘客の目玉ということでまた新しく考えていきたいと思っておりますので時期的にはおそらく昨年と同じ8月7月から8月にかけてということになろうかと思いますその辺が観光面では大きな行事になるのではないかと思います。 ありがとうございました。他にございませんでしょうか？よろしいでしょうか。それでは以上をもちましてえ、仕事始めに当たりましての次の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。